今日は初めてのコースで思っていたよりも長くて、最後の岩場のところとかがとても長くてきつかったです。今度全日本選手権があるので頑張ります。今日は、ずっと一人旅で、一人でレースを進めて、まあ、去年のタイムを意識しながら、自分で追い込みながらやって、まあ、優勝できてよかったです。でこのあと、同じ VM のシリーズ戦、四国とあと最終戦の吾妻山があるので、どちらも優勝して2年連続年間チャンピオンになれるように頑張りたいと思います。